ですね、今実家の方で、まあ、普段だと、まあ、男性がいないんで、まあ、今回はちょっと弟に、まあ、協力をしていただきました。まあ、本当は顔出しするといいんですけど、まあ、本人の意向でちょっとマスクしてますんで。ね、実際、まあ、こちら、どうでしょうね、長さ的には、まあ、一般的な包丁ですよね。30センチはないかなっていう、25、6センチですかね。おそらく25、6センチかなと思いますね。そういう包丁、これ本物ですけど持っていただいてます。まあ、それで、本当は彼サウスポーなんですけども、まあ、一般的なことで見切りで、まあ、踏み込んでくるってことで、やってみたいと思います。行こうか。まあ、だいたいこれで本番です。まあ、ちょっと前出してみてくれ。突き刺す。まあ、こういった感じですよね。まあ、でこれ部屋の中で言いますけど、まあ、要は追い詰められてしまったっていうパターンだと、もう丸腰の状態だと何ともならないですね。まあ、でもしアウトドアステーキ持ってた場合はどうかっていうのだけですね。で、まあ、今ちょっと最短の26インチしてます。ですから26インチでやってみます。いいよ、まあ、こんな感じですね。届く前で一応届く前に一応やってます。もう一回やってみようか。まあこんな感じです。26ですね。26インチで今一般的な包丁で相手が前に踏み込んできた時にこんな感じですね。よし、ちょっともう一回やろうか。いくよやっぱり怖いけど当たりはしないかな、これでいった場合な。どう、当たらない、当たらないと思う。もしこれ瞬間的に踏み込んだ場合だよね。届かない、こんな感じですね。届かないですよね、うん、やっぱり今攻撃してる、まあ、これね本物なんでね、まあ、こっちも手加減してるんであれですけど、あれないようにですけど、踏み込みのタイミングでいくとこんな感じですね。もう一回やろうか。いくよ、こんな感じです。ちょっと今自分撮影中のためにね、構えたりとかせずに動いてもないんでやってますけども、一応どうですかね、これでいくと分かると思うんですけど、止まってるね。どう、止めれそうじゃない、止める。もし万が一瞬間的に出た時に思いっきり、でもこっちも思いっきりその瞬間前へ出して、体の部分に当てたとしたらどう。これはまあ本番じゃないけどさ、ごめんないね、本番じゃないけど、その本番というか一応これ撮影の本番ではあるけど、うん、そのどう感覚的、うん、まあどう、前出れない。例えばもう一回いくよ、これでまあ5円を足してただけだけど、どう、届かない、届かない、グッて出しても肩入れても届かない。やっぱり使い物って使い物になっちゃう、やっぱりっていうことですね。まあまあ今回ね、まあいろいろ協力していただきましたね。まあこういったことですね。まあ一応突発的な時の場合はやっぱり前へ出すだけでも、まあ突発的にパッて今ちょっと出してみてくれ、突発的に出してもやっぱり、うん、全然違いますよね。これ丸腰だったらアウトですね。ということですね。ありがとうございました。ということで、まあ今回弟に協力していただきましたね。どうもありがとうございました。以上です。ありがとうございます。